ホワイトロッジは、イギリスのリッチモンド・アボン・テムズ・ロンドン特別区のリッチモンド公園にある第1級イギリス指定建造物でジョージアン様式の邸宅である。もともとはイギリス王室の所有であったが、現在はロイヤルバレエ学校のローアースクールが置かれており、プロのバレエダンサーを目指す11歳から16歳の生徒が学ぶ全寮制のボーリングスクールとなっている。 2009年に撮影された空撮ホワイトロッジは建築家ロジャー・モリスによりジョージ2世の資料用別邸として建てられたもので1727年の即位直後に建設が始められた1730年に完成し当初はストーンロッジと呼ばれていたが近くにあったオールドロッジと特別するために間もなくニューロッジに解消されたオールドロッジ自体は ジョージ2世により、初代イギリス首相、ロバート・ウォルポールのために建てられたもので、ウォルポール自身も、狩猟のために頻繁に訪れており、町よりも、そこの方がより多くの仕事をこなせると語っていた。ジョージ2世被キャロラインオブアンズバックもニューロジを頻繁に訪れていたが、1737年に、キャロラインが亡くなると、ニューロッジは、友人でもあったウォルポールに譲られた。 ウォルポールの没後、1751年に、キャロラインの娘アメリアの手に戻された。アメリアは、リッチモンド公園の保護官となったが、著名な友人や許可を得た者以外には、公園全体を非公開としたため、大衆の怒りを買うことになった。1758年、地元の醸造業者が、公園の門番に対して起こした訴訟は、最終的にアメリア側の敗訴に終わり、 公演は再び一般公開されるようになった。アメリアは、ロッジにスティーブン・ライトの設計によるウィングを増築させた。1760年にアメリアが保護官を辞任すると、首相のジョン・スチュアートがその公認となった。ブリティッシュ・マガジン市1761年1月号では、スチュアートが保護官、シドニー・メドーズが副保護官とされている。ニューロッジは、 スチュアートの公的住居であったが、スチュアートはオールドロッジの使用権も持っており、オールドロッジにはスチュアートの親族にあたるメドーズ家が住んでいた。ロイヤルコレクションには1780年にジョージ・バレット・シニアが制作したザ・ロジーン・リッチモンド・パーク・ザ・レジデンス・オブ・フィリップ・メドーズ・エスクというエッチングが残されている。シドニー・メドーズやオールドロッジに住んでいたメドーズは フィリップ・メドーズの指定であり、シドニーとその弟フィリップは、フィリップの妻とジョン・スチュアートの妻メアリーが、十姉妹同士だった縁で、スチュアートの親族として振る舞っていた。ニューロッジは、スチュアートとメドーズが管理していた時期にホワイトロッジと呼ばれるようになったことが、メアリー・コーク夫人の日記からわかっている。1768年7月24日付の日記には、 ジョージ3世とシャーロット王妃を一目見ようと、リッチモンド公園に行ったとして、彼らはいつも日曜日にホワイトロッジにいると書かれている。ホワイトロッジは18世紀末までに一時荒廃した、ものの修復され、1805年にはジョージ3世が首相ヘンリーやディントンに歌死した。ジョージ3世は、農業と園芸に熱意を傾けたことから農夫ジョージと呼ばれたが、自身を、 リッチモンド公園の保護官に任じ、アディントンを副保護官とした。トランファルガーの開戦の6週間前の1805年9月10日、ホレーションエルソンがホワイトロッチに滞在していたアディントンを訪ね、開戦の作戦を説明したと言われている。ウェールズ公アルバート・エドワードの肖像画。ビンター・ハルターが1846年1844年にアディントンが亡くなると、 ビクトリア女王は、ホワイトロッジを、ジョージ3世の娘で、自身のおばにあたるグロスター・エイリンバラ公爵夫人、メアリーに譲った。1857年に、メアリーが亡くなると、王イアルバートは、息子、アルバート・エドワードの教育にふさわしい場所として、ホワイトロッジを選定した。アルバート・エドワード自身は、一生懸命勉強するためにも大勢の同廃から、 刺激を受けることを望んでいたが、アルバートは息子をホワイトロッジに隔離し、つけた同輩も5人だけであった。当然ではあるが、アルバート・エドワードにとってホワイトロッジで過ごした日々は退屈なものとなった。1861年にアルバート・エドワードが陸軍この F 評連隊に入隊してアイルランド島に送られるとビクトリア女王は、 母ケント公爵夫人ビクトリアを失った悲しみを癒すために夫アルバート共にホワイトロッチに滞在した。しかし、同年12月14日に夫アルバートもチョーチフスのために失ったことでひどく落ち込んだビクトリア女王はその後の人生を福物ものうちに過ごすこととなった。テック皇妃とその家族4人の王、エドワード7世、息子ジョージ、孫デイビッドとアルバート。 1908年頃、次にホワイトロッチに住んだのは、テックコーフランツと、その妻メアリーアデレードオブケンブリッジで、1869年に、服務中のビクトリア女王から、その許可を受けている。メアリーアデレードは、ジョージ3世の孫娘であり、ビクトリア女王のいとこに当たるが、派手好きでひどい老費家として有名であった。女王に対してより多くの年金を与えるよう、 要求したが断られたため、借金は増える。一方となり、1880年代に債権者から逃れるために海外逃亡した。1891年ビクトリア女王は孫クラレンス公アルバートビクターの花嫁候補としてメアリーアデレードの娘ビクトリアメアリーを選んだ。しかし、1892年に結婚を数ヶ月前に控えた。アルバートビクターが急死したことから。 ビクトリア・メアリーは1893年にアルバート・ビクターの弟であるジョージと結婚した。ビクトリア・メアリーは1894年に第一子を設け、ビクトリア女王はひ孫に会うためホワイト・ロッジを訪れている。1894年7月16日にはホワイト・ロッジの緑の間でカンタベリー大主教エドワード・ホワイト・ベンソンに洗礼を受け、 エドワード・アルバート・クリスチャン・ジョージ・アンドルー・パトリック・デイビッドと名付けられた。その3年後に、メアリー・アデレード、1900年には、テック公が亡くなった。1901年に、ビクトリア女王が亡くなった後、ホワイトロッジには、ロンドンの社交界の有名人で裕福な未亡人、エリザイ・マハートマンが住んだが、1909年には、破産を宣告された。ホワイトロッジは、 1923年のヨーク港、アルバートの新婚旅行の際に王室の手に戻った。この時、かつて母、メアリー・アデレードと共にホワイトロッジに住んでいた時期があった、ジョージ5世妃ビクトリア・メアリーは、ロッジに家を建てると言い出している。1924年、ヨーク港の友人であったユーゴスラビア王子パブレノヒ、オルガはホワイトロッジ滞在中に、息子アレクサンダルを出産した。 ヨークコー夫妻は1925年の終わりまでホワイトロッジに住んだが、その後はクラウンエステートにより個人に貸し出されるようになった。以降、1927年から居住した初代フェアハムのリーシアーサーリーなど様々な人物が入居した。最後に入居したのはジェームズビーチ大佐で1954年まで住んでいた。1955年。 サドラーズウェルズバレエ学校にホワイトロッジを高級的に校舎として利用することが許された。同校は後に直挙によりロイヤルの名を冠することが許されて1956年にロイヤルバレエ学校に改称され、現在では世界有数のバレエ学校として広く認められている。校舎として利用するため再開発が行われ、その一環としてバレエ博物館を拡大、移転して ホワイトロッジの歴史に関連するギャラリーとコレクションが追加された。博物館は2009年に一般公開されたが2015年に閉鎖された。ありがとうございます。